ちは、シナモタスです。いつも動画をご覧くださり誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはスズキ GSX-R1100。 はい、こちらですね、懐かしいですね、幽霊エンジンを搭載した1台、非常にね状態のいい1台です。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずフロントバイですね、どうでしょうか。この耐久レーサーらしいこのアッパーカウル、懐かしいですね、かっこいいですね今でもね。はい、色も白と青、ブルー、これね非常にいいコントラストです。とてもかっこいい位置ですね。飛び石、傷、そういったものを大きなものございません。ミラーカーはカーボン使ってますね。はい、フロント周りホイールですね、ガリ傷、そういったもの大きな傷もありません。フロントフォーク、アウター、こういったもの腐食ありませんね、問題ありません、非常に綺麗ですね。サイドカール、こちらもね、立ちゴケによる傷ですね、割れ、そういったものもございません、非常に綺麗ですね。はい、そしてですね、燃料タンクですね、ちょっとこちらへこみありますが機能上問題ありません。キャブレター、もちろんガソリン漏れ、こういったものもございません。パワーフィルターを装着しております。ステップ前ですね、はい、こちらも大きな曲がり傷、そういったものございません。そしてマフラーですね、テックサーフさんの、チタン4、5缶入っております。後ほど音の方はご紹介いたします。はい、リア周りですね、はい、リアタイヤまだまだ山あります。十分使えますね、大丈夫ですね。はい、小型のウインカーに変更されてすっきりしてます。はい、反対回ってシートですね、はい、これも非常に、色のへたりもありませんし、破れ傷、そういったものもありません、状態がいいですね。はい、タンク、こちら側ね、大きな傷、へこみありませんね、大丈夫ですね。はい、ではタンクでいきます。はい、大きな錆腐食がありません。はい、ではエンジン始動です。当時ね、最速と言われたこのマシン、この時代になっても衰えません。ぜひ皆さん乗ってみてはいかがでしょうか。お問い合わせ、お待ちしております。